29年ぶり2度目の優勝を狙う青木宣親外野手32歳のロイヤルズアリーグと2年ぶり8度目の頂点を目指すジャイアンツナ・リーグのワールドシリーズ7回先制が21日日本時間22日カンザスシティで開幕ジャイアンツが7対1で先勝した2番右翼で先発した青木は4打数無安打に終わった 地元の大歓声の中だったが、ロイヤルズは先発のエース、シールズが4回途中で5失点 KO と第5三。打線も相手先発左腕、バムガーナーの前に沈黙した。ポストシーズン負けなしの8連勝で旋風を巻き起こしたロイヤルズだが、ワールドシリーズは勝手が違うようだった。青木も精裁を欠いた。バムガーナーは過去対戦で13打数無安打と苦手にしており、この日も。 1回の第1打席は外角のスライダーをうまく弾き返したが、当直、痛かったのは0対3とリードを許した3回の2打席目で、1、2、3塁と絶好の反撃機だったが、2球連続で甘い直球をファウルして追い込まれ、外角に外れるスライダーに思わず手が出て空振り三振に終わった、ここで1点も奪えなかったのが響いた、3打席目は夕ごろ、4打席目は2番手の左腕。 ロペスの前に日頃併殺だといいところがなかった。守備でもやや空回り、7回には宇宙間の打球に突っ込んで降逸し、一塁走者の生還を許した。記録は三塁打。初戦は力を出しきれない印象が強かった。コンポストシーズンは一気の8連勝で大一番に駆け上がったロイヤルズだが、本拠地で寛解を期して連勝はストップ。青木は、久しぶりに負けたという感じ。 明日はいい結果が出ると思う。と気持ちを切り替えていた。